全体プログラムということで、いろいろ歩き回る、町内歩き回るんですけども、詰めて楽しいですけどね。でも便利だったり、便利だとか、なんか。半分くらいは乗車機能を維持できるように、非常用電源を整備した。選挙した人は4月でしょ。東京した人は。協議会選挙ありましたね。そして清水さんです。清水です。普段決して見れないような道庁の庁舎内のものを見せていただいたり、職員の方々の生の声を聞かせていただいたり、一緒に一度できるかできないかっていう経験を、この5日間でさせていただいたので、本当に良かったなと思っております。希望が例えば北海道庁じゃなくても絶対受けてみる価値はあると思ってて、民間違うところもあるので、そこをやっぱり知ることができるっていうのは、校長職志望しなくてもプラスになると思うので、後輩には絶対お勧めしたいなと思います。北海道大好きなんで、あと1年半ぐらいしたら戻ってきたいと思います。東京に行くと北海道の良さが分かったので、北海道なまらず大好きなので、北海道のために働きたいなとは思っています。